ジェンビルの体格差がたまらなく好きに対するみんなの反応。お昼の欲張りセット。全部がでかい。ちょっと気力回復するのあげる。アニバストのお姉ちゃん、思ったよりジェンチルさんに真っ向から対峙してたな。もうちょい劣等感あんのかと思ってた。自分が向こうより下とはさらっさら思ってないからな。泥臭いってビルシーナに言うのはバリバリ地雷やで。真正面から向かってくるビルシーナを割と気に入ってそう。すべてを屈服させる王者の風格、うるせえ屈服させるのはいいじゃ。もろもろ超えた友情あると思うわ。でも姉さんは絶対くじけたりしないんだから、って感じで落ちる前振り感あってちょっと興奮するよね。くじけてないからビクトリアマイル連覇してラストランまで被せてきてるんだよな。オープニングのこれもそういうあれじゃんって。いろいろ体格差が。この体格差がたまらなく好きだ。厚みが違うのよ厚みが。きつめな顔つきで優しい表情のビルネイと可愛い系の顔つきで不敵な表情のジェンティルの対比いいよね。ビルシーナで三冠はエースシナリオ並みに難しそう。いつも同じこと言ってるけど肌の色が微妙に違うのいいよね。姉さん青毛なのに肌白いんだ。ジェンティルは足太いな。太ももガッチガチだな。鍛え上げた筋肉を脂肪でコーティングするムッチムチの太もも最高だろ。ガチムチって言うんだぞ。あーん、だらしがないのではなくて。まあ一つ言えるのはどっちの胸もでくおん。でもゴリラゴリラゴリラだよ。ゴリラと可愛いは両立するんだぜ。ゴリラ僕らは鉄球圧縮なんてできませんが、ゴリラは強化ガラスを割るくらいしかできないしな。うっかりゴリラって口を滑らしても頭にギニギだけで許してくれそうだから好き。鉄球圧縮できるパワーで頭にギニギはもう立派な処刑なのよ。いやービルシーナ育成シナリオ集荷賞後の泣き叫んで悔しがるイベントはやばかったですね。RTTT にはのトプロみたいに人の目をはばからずに大泣きするか、誰もいないところで一人大泣きするか。厩舎に帰宅したところでトレーナーがビルシーナのトレーナーであることを誇りに思うみたいなこと言った瞬間に色々崩壊する、そんな以下にもっぽい感じがいいと思います。実際のジェンティルドンナは大きくないしゴールドシップに吹っ飛ばされたりするか弱い女性なのに、なぜ誇張するのか？あいつもあいつで春のグランプリを史上初の連覇するし長距離重賞を3連覇する化け物なので。事実を自分に都合よく隠せばそうも見えよう。ラージャンがイビル城に負けてもか弱いとはならんし、ゴジラがガメラに負けてもか弱いとはならんのだよ。ちゃんみとかでこの二人を同じチームにしたらあと一人が気まずくなりそう。とりあえずシュバチを入れておくか。人の心とかないんか？ジェンティルが面白がってシュバチ可愛がってブアネが切れるのが見たい。ビルシーナと同じように何度負けても挑み続けるシュバルのことも割と好きそうではあるけどな。どういう形でも闘争心のある子はみんな好きそう。その上で全員ぶっちぎって勝つのは自分だと臆面なく言えるのがジェンティルさん。ジェンティルが育成シナリオで君とヨダ、みたいなこと言うの期待してる。ビルシーナみたいにウエスト細くしてデカパイモデルにするのもいいけど、やっぱり数字からしてデカい方がいいよね。節操なしはイクンはどっちも好きなんです。後頭部と中頭部なのが視覚的によくわかる。ビルシーナは年下じゃなく、後頭部設定にして欲しかったな。馬娘ってあんま学年の設定気にならないけどな。学年バラバラでもライバルはやれてるしな。トップアスリートはほんま体の厚みが違うな。一般人と体重一緒でも厚みとか密度が違うよね。勝負服だとフットってなるけどゼッケン付き体操服だと案外細いなってなる。にまっとしたお口が常時周囲を煽ってて大好き、強者の余裕を感じる。ブアネは陰で女騎士とか揶揄されてモブ娘から良くない目で見られててほしい。女騎士ビルシーナとオーク役ジェンティルドンナ概念スコ。どう考えても女騎士が分からされるやつじゃないですかやだー。ゴドルフィンバルブせめてホブゴブリンですよねー。ビルシーナのことをタイマニンメンタルって言ったやつ許さんからな。所有馬の口取り式に来る野球選手みたいな体格差やん。実質二人しか思い浮かばんけどどっちもでかいからな。遠近法だから。一番のぶっ刺さりかもしれぬ、いつ来てもいいように貯金しなきゃ。
次いきなり来たりしてな。早い等価賞の時に来る可能性すらあるから、ちゃんと貯めておくのよ。頑張り屋持ってるジェンティルさんかわいい。ジェンティルの実力を裏打ちするかのようなぶっといボディが最高にいい。これに挑むとか長女はだいぶ無謀なのではと思う。マジで一回り違うじゃん。馬娘は格闘技じゃないし。姉さんが飼ってるの下まつげの長さくらいだろ。制服やジャージは汎用モデルだからな、私服や勝負服でこそ差が読み取れるのだ。ちょっと手を広げて合わせてみてほしい。姉も結構いい体してるはずなのに横のゴリラが規格外すぎる。パッと見の印象でも色合い的に金と銀って感じだなこの二人。ジェンティル登場から株が右肩上がりの姉さん。改めて新オープニング見たけどやっぱ姉さんの顔が良すぎる。生意気な後輩。この属性ついたのマジでありがたい。馬娘っていろんな属性ぶち込んでそれが破綻しないのすごいよな、キャラは足し算。負け続けても絶えず挑んでいく精神性が好き。思ってた以上にフィーチャーされててが全活躍に期待が持てるようになって嬉しい。アドマイヤグルーヴさん期待してますぜ。V 実装の暁にはジャパンくんが来るかもしれない。もちろん枕と一緒に。ジェンティルどんなが盛られれば盛られるほど食らいついてる姉さんすごくね。ってなっていく。早く育成したい。ジェンティルさん前にして姉さんかっこいい。って指ブロス好き。実際かっこよかったよね。ゴルシ前にしてビブロスに関わらないで、してる姉さんもいいよね。ゴルシの気候を予測してビブロスをガードしてんのちょっと面白かった。姉さんはビブロスこそかっこいいと思ってそう。かっこいいお姉ちゃんじゃなくてごめんね、って言ってたけど絶対妹たち尊敬してるよ。一人二人増えるだけで他のキャラまで魅力が上がるのすごい。ジェンティルさんに張り合うと年相応になる姉さん大好き。メインストーリーでティアラの話やるみたいだから姉さんもフィーチャーされないかな。欲を言えば育成じゃできない VM 連覇もやってほしい。12世代軍団はまだまだキャラが濃いのが残ってる。実力も年齢も上と分かってる上で不遜な態度取れるのは強いよ。そりゃどんなも気に入る。かなりバランスのいい関係性になってるよね。ビルシーナとジェンティルどんなが乙女がしちゃいけない顔して最終直線で競り合うのが見たい。負けた後にすごい顔してる姉さんも見たいね。実力者なんだけど同世代に毎回勝負すると自分が2番にならざるを得ないくらい強い奴がいるってめちゃくちゃいいポジションだと思う。ジェンティル来るまでは完璧な姉さんだったのに最近は可愛い娘。なんか中東部みたいなメンタルしてるな姉さん。中東部です。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。